マルトートバモリー港マル島、アイルオブムル、またはタンニムル。スコットランドゲール語では、ミュールは、スコットランド西海岸の行政区、アーガイルビュートに属する、インナーヘブリディーズ諸島で2番目に大きな島。2001年現在で常在している人口は、マルトに近接する、アイオナ島とウルバ島島,島を合わせて1841人だが、夏季には島を訪れる人で、 人口はかなり増加する。人口の多くはトバモリーに住んでいる。この町は1973年まで島で唯一のバーグの称号を有していた町で、島の中心となる町である。スコットランド本島から丸島へはフェリーが運行している。オーバンからクレーグヌア、キルコアンからトバモリー、ロッフォアラインからフィシュニッシュといった航路がある。オーバンからクレーグヌアのフェリーは、 ドライバーは出港まで30分は必要である。一車線道路を運転することを厭わなければ、フィシュニッシュへのルートが最も早いルートである。クレーグヌアからアイオナ島に行くには、バスで島を横断しフィオンフォートまで行き、アイオナ島行きのフェリーに乗る。マル島から周辺の島アイオナ島やウルバ島へのフェリーもある。かつてはトバモリーからオーバンやバラ島への直接航路もあった。 マルトウ鉄道がクレーグヌアからトロセーまでの間を走っている。デュアート城マルトウは約480キロメートルの海岸線を有している。その風景は大部分がヒースの荒れ地でいくつかの山がある。気候はメキシコ湾流の影響で穏やかである。島で最も高い山はベンモアである。この島は250種の鳥たちの栄像地となっている。 オジロワシは、近隣のある、メートル島から、野生復帰され、丸島に住み着いた。水生生物では、ミンククジラ、ネズミイルカの仲間やイルカたちが、丸島からのボートツアーで見ることができる。丸島には、デュアート城をはじめとする歴史的な遺物も残されている。海岸線には、いくつかの難パ船があり、スキューバダイビングで訪れることができる。年から年に、 ニューサウスウェールズの統治者であったラクラン・マッキアリーの墓もこの島にあり、オーストラリアへ移民した人々が訪れる場所となっている。マル島には紀元前6000年の青銅器時代から人が住んでおり、メンヒル、ブロッホ、ストーンサークルなどを作っている。14世紀にマル島はロードシップ・オブ・ザ・アイルズの一部となった。1439年に、 これが崩壊した後は、マクリーン氏族に1681年以後は、キャンベル氏族に統治された。1588年に、スペイン無敵艦隊の一隻であるフロレニカがトバモリー湾で停戦し爆発した。一節には30万ポンド相当の金塊を積んでいたとも言われる。18世紀から19世紀のハイランドクリアランスでは、1万人の 人口が4000人にまで減少した。鳥羽森井上流所丸島の観光では、毎年10月の2週間のスクールホリデー期間に2300クラブによって行われるロードラリーが有名である。このレースは、モータリングニュースをはじめとする様々なメディアで世界最高のラリーと称えられる。しかし、地元の人には、このイベントは大変に不便で、 道路を非常に危険な状態にする違法行為だという人もいる。かつてはフィリップスがスポンサーとなっていたが、2005年以降はビスケットメーカーのタンノックスがスポンサーとなっている。トバモリーには小規模であるが、スコッチウイスキーの蒸留所、トバモリー蒸留所があり、見学者向けのビジターセンターが併設されている。マルトは多くの映画に登場する。例えば、エントラップメント。 ハイランダー、最終戦士、ハリの目、渦巻き、スコットランドは死なず、戦場を駆け抜けた男たち、発展賞が鳴る時などで、ある。BBC テレビの子供向けのシリーズ、バラモリーに、トバモリーが登場する。サイモンキングは、スプリングウォッチウィズビルアディの第一周のロケーションに丸島を訪れた。ここで彼は、頭蓋のおジロワシその庭のヒナの親子を観察した。 ゴードン・ブヒャナーンは、生まれ故郷の丸島へ、野生生物の1年間の生活を記録するために、帰ってきた。BBC2 で、2005年10月に、ワシの島というタイトルで放送された。番組では、丸島で観察されたオジロワシ、イヌワシ、カワウソ、ミンククジラ、ネズミイルカ、ウバザメ、イルカにフォーカスを当てている。番組は50分間である。 公務省測量士と内務省地理量で測量と建築営像を担った親といい外国人の一人コリン・アレクサンダー・マクウェインはアーカイル港の別荘キリモアテを借りここで家族ともども余生を過ごした中日大使館勤務の外交官ジョン・ガビンズと長女ヘレン・ブロディの夫妻の子供たちをここで預かり後に特殊作戦執行部長官となるコリン・ガビンズも ここで幼少期を過ごした。中心となる町はトバモリー。この町は1973年までバーグであった。マル島の他の町は以下の通り。この島は多くの島に囲まれている。大きな島は以下の通り。無人島。ありがとうございます。